本日、自民党総裁選で岸田文雄氏が新総裁に選出されました。コメントを述べたいと思います。今度の結果というのは、自民党が政治の中身において安倍菅直結政治を選んだと、安倍菅直系政治ですね、失礼しました、政治の中身において安倍菅直系政治を選んだということだと思います。で、岸田文雄氏は9年間に及ぶ安倍菅政権において、重要閣僚として、また党の要職にあって中枢でこの政権を支えてきました。特に2015年の安倍政権による集団的自衛権行使を可能にする憲法違反の安保法制の強行の際には、外務大臣として立憲主義の破壊に重大な責任を負っています。総選挙に入りましても、総裁選に入りましても、岸田氏の主張というのは、憲法改定の4項目の推進、原発再稼働の推進、大軍拡の推進を主張するというものでした。それから一連の国政私物化疑惑に対しても、その究明に背を向けるという態度をあらわにしました。それから安倍菅政治によるコロナ対応での数々の失政に対する反省も一言も述べられませんでした。ですから、政治の中身においてはですね、まさに安倍菅直系政治、これを選んだというのが今回の結果だと思います。党の表紙だけ変えても中身は変わらないということを指摘しておきたいと思います。で、今求められているのは政権交代だということを訴えたいと思います。で、コロナ対応の無為無策と逆行、そして強権政治、腐敗政治によって行き詰まった自公政治そのものを終わらせる政権交代こそ今求められていることだと言いたいと思います。我が党としてはですね、市民と野党の共闘を成功させて政権交代実現して、そして新しい政権を作るために全力を挙げたい、このように決意をしております。あと何かありましたらどうぞ。はい、どうも、はい、今求められているのは政権交代で、今野党の共闘を成功させたいということですが、今週の山場というふうに、委員長おっしゃってましたが、党首会談の予定とかも決まっているものはあるかもしれません。これはこの前の、革新婚で述べたとおりでありまして、ぜひとも今週中に前進を得たいと考えております。はい、この都市対案でこう求めたい内容としては、政権のあり方というところこれまでもおっしゃってましたが、それがないと来週、初版紙にもありますけど、そこで参加を受けないと。これはぜひとも進めたいという中身は、共通政策の柱は立ったわけですよね。ですから、それを土台にして、政権協力をどういう形で進めるか、これが中心になると思っております。ぜひともこれは主犯指名もありますから、今週中に前進させたいと願っております。よろしいですか。はい、どうぞ。国会についてはまだ会期が示されてないようですけれども、岸田新任総裁、新任首相になった岸田さんと、に対しては論戦がどこまでできるかというのは今決しておりませんが、どういう論戦を希望するかというそのあたりです。これは当然ですね、代表質問は当然ですけれども、それに終わらせないで一問一答の予算委員会をしっかり時間を取ってやる、どうしても必要だと思います。で、ずっとやられてこなかったわけですから、これはやはりきちんと そこまでやって、そして国民の前で総選挙の争点をはっきりさせて、信を仰ぐべきだと思います。はい、どうぞ。
3問ほどあるんですけれども、9月22日、新聞経済提言発表記者会見において、新委員長は、これからの総選挙で野党がそれぞれの経済論を持ちながらも、富裕層や大企業に大分な負担を求める、それから社会保障を良くする、消費税減税をするということで一致して結束するとおっしゃられました。そこは市民が期待したい、喜ばしいことではありますけれども、国債発行を推し進めた結果のインフレについてどうお考えなのか、戦時国債の末期のようなことにならないための歯止め、基準というものをどうお考えになるかを、科学的経済学的な政治論を持つ本当にお伺いしたいと思います。もう1点よろしい、続けてよろしいでしょうか。2点目です。コロナ対策についてです。新型コロナ感染症は収束しつつあるように見えますが、第6波の恐れもありまして、新首相の体制下であっても、結局政府は検査の拡充には積極的ではないように見えます。共産党は感染拡大第6波防止の施策を明確に打ち出し、自民党との違いをアピールして総選挙で戦われます。これが2点です。3点目です。現在世界は米中対立という覇権交代期の国際的な危機の中にあります。戦後自民党体制による対米従属路線によって、今まさに日本が最前線となる可能性も高まっています。日本共産党はこの度の自民党総裁選についても、それまで自民党を内部から批判、変革することがなかった保守的な候補者によるコップの中の争い、政治の中身が変わらぬ継承だと述べられていました。首相の代替わりによって、米インド太平洋軍による日本列島のミサイル基地化や軍拡、武装路線が進行する恐れもあります。今後の国家安全保障、外交政策についてのご意見をお聞かせいただければと思います。3点ですが、まず第1点の、経済論について言いますと、私としてはですね、富裕層への課税、社会保障の削減から拡充への転換、そして、消費税の減税という方向性がですね、大体野党の間でも共有されてきていると。で、この前の市民連合との共通政策の中にもそういう方向が明記されました。で、大変これは大事な方向で、私たちとしては歓迎しますし、ぜひ見逃していきたいと思っております。で、財源という点ではね、私どもかねてから言っているように、大企業と富裕層に応分の負担を求める改革をやっていく、これきちんと賄っていくということであります。同時にコロナ対応についてはね、これ一時的なものですから、国債を発行して、命と暮らしを守る取り組みは、これ躊躇せずにやっていく必要がある。で、ただの先日言ったのは、いわゆる国債を無制限に発行してね、しまうということになりますと、インフレということも出てきますから、やはりそこはこうそういう立場ではないということですよね、我が党としては。やはりそれについていろんな議論があるのもよく承知しておりますが、そういう立場ではないということであります。やはりきちんと大企業や富裕層に負担を求めて財源を作り出していくということであります。それからコロナの対応ですが、これは前回の記者会見でもお話ししたんですが、やっぱり第6波を起こさない、あるいは第6波が仮に起こった場合それに備える、この対策と備えですね、これしっかりやる必要があるということを言っております。で、医療体制をきちんと強化する、特に臨時の医療施設を大規模に作っていく。その際ですね、原則自宅療養という方針を撤回して、公式に撤回して、すべての患者さんに症状に応じて必要な医療が受けられるような、大原則を打ち立てていくということも必要です。それから保健所の体制をこの期間にきちんと強化していくことも求めていきたい。それから検査の問題言われましたけれども、私ども、これまでの、コロナの対応で、新規感染者が減ってきますと、それに合わせて、検査も減らしてしまうと、で、そのことによって次の感染拡大を招いてしまうということを繰り返してきた。ですから、この時期にですね、特に感染が集中しているエピスポット、エピセンターに対しては、ワクチンと大規模検査、これをきちんとやるということをですね、はじめ、具体的な提案をしております。それから十分な保障をこの機会にやりませんと、もう
こう事業所もあるいは家計も疲弊しきっている状況がありますから、持続化給付金、家賃支援給付金の再給付、あるいはコロナで収入を減らした方や生活に困ってらっしゃる方への一律10万円の給付等をですね、やっていくと。この3点ですね、医療体制、それから大規模検査、自分の保障、これを今の時期しっかりやるということを訴えております。最後の対中外交、米中対立の下での日本の進路という点ではね、私ども記念講演でかなりまとまってお話したんですけれども、やはり抑制すべき道と推進すべき道がある。で、最も抑制すべき道は軍事対軍事に悪循環に陥ってしまうことだと。で、これはもうそこに陥りますとね、軍拡競争ということになって、やはりどこかで偶発的な衝突から戦争に至るという最悪のことになりますから、軍事対軍事の悪循環、これを抑える必要がある。で、推進すべき道はですね、私は ASEAN がやっているような、地域の平和協力の枠組みを作っていく、共通のルールのもとに作っていく。共通のルールというのは国際法と、もっと言えば国連憲章、国連憲章と国際法に基づく、地域の平和協力の枠組みを作っていって、その中に中国も含めていくというような構想が必要だというふうに考えております。一点確認なんですけれども、今回、緊急事態宣言というのが、なくなりましたけど、こういう事態での改めて保障が求めていくと、こういう改めて保障を求めていく。これは緊急事態宣言解除されたから、保障はもうこっちの方ももう終わりと、もう対応も検討もしないというんじゃなくて、もう長い緊急事態宣言、まん延防止等重点措置によって、もう事業がヘトヘトなわけですよ、傷ついてるわけです。だから持続化給付金等々もですね、必要だという立場です。はい、どうぞ。ただ一問通り予算委員会やることが必要だとおっしゃいましたけれども、はい、具体的にはそのコロナ対応ですとか、そういったところをその新しい総裁に話していきたいと。これはね、もちろんコロナの今の感染をどうやって抑えていくか、第6波にどう対応するかという、こう直面する問題もあると思うんですが、同時にですね、やはり、コロナの後にどういう日本を作っていくのかということも大いに垂らしていきたい。私たちとしては新自由主義を終わりにして、国民の命と暮らしを何よりも大切にする政治に切り替える、あるいはですね、気候危機ですね、これを打開するための政治の責任を果たしていく、ジェンダー平等の日本を作っていく、さらに憲法9条に基づく平和外交、4つのチェンジということを訴えておりますけれども、そういう骨太いね、日本の進路についても大いに議論をして、そして国民の前で総選挙の争点をはっきりさせて芯を合うということが必要だと思っております。はい、どうぞ。これまで共産党は政府を批判される際に安倍菅政治というこの表現を用いてこられましたけれども、その安倍菅直系政治という表現が今度の、新しい、総裁選の結果は安倍菅直系政治を選んだと、直系の政治ですね、そう考えています。そういう言葉で今日は表現しました。今後どういうふうに表現していくかは、これは状況に即して考えますが、まさに今日出た結果は安倍菅直系政治を選んだということだと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。どうも、はい、どうもありがとうございました。